長野県における、基礎地域の一御竹山基礎駒ヶ岳基礎節は、長野県基礎地域の民謡である。基礎地域に、近世から伝わる民謡で、基礎の材木を河川に流して運ぶ、川流しをモチーフに、基礎川や、周囲の山々と人情を歌い上げている。歌詞中の中則さんは、諸説あるが、材木をいかだに組んで基礎川を流ンパンする人たちで、戦闘を、 へさきのり、うしろとものり、まんなかを、なかのりといったというのが、一般的である。また、歌詞中に、基礎いつきさわらの5種類の常緑信用樹林が、歌い込まれている。基礎のみたけさんは、基礎地域の最高峰である、大きな産業の御たけさんである。基礎説と基礎踊りは、今では、日本全国に知られているが、これには大正から昭和戦前にかけて、 福島町の町長を務めた伊藤敦氏の尽力が大きかったと言われている。伊藤は基礎の旧福島村生まれで地元自治体理員から後に福島町長に就任12年間在職した。観光客誘致、地元振興の手段として早くから基礎説に着目、自ら歌い踊りも指導して基礎説と基礎踊りを広く紹介した。 基礎の中のりさんという冊子も発行。1925年には地元酒蔵、中禅酒造店に進めて酒の銘柄を中条さんと改めさせるなど、あらゆる PR に努め、中のりさん町長と呼ばれた。昭和に入ると、基礎節はラジオやレコード等の新メディアで一般に普及するに、至り全国的な知名度を得た。 基礎福島駅前には功績を叩たいたて、伊藤の銅像が立っている。民謡なので様々な歌詞があるが、次のものが一般的だと言われている。NHK のみんなの歌で、1963年8月に紹介された。編曲は宮川康史、歌はザピーナッツ、映像は横山隆一主催のアニメプロ、おとぎプロダクション制作によるアニメだった。 みんなの歌での放送後、視聴者からの楽譜の希望が多かった曲の一つである。シナノの民謡、基礎説、中ノさん町町の熱情、NHK、みんなの歌名曲、愛称家海35年母と声966のメロディー、読売新聞1996年3月27日付、東京遊館、9ページ。ありがとうございます。